それぞれ状態方程式を立式するんですけど、その時に心がけてほしいのが、できるだけ未知数をね、少なくしてほしいんです。例えば、A の体積は前後で半分になったって書いてますよね。だから、A の点下後の体積を、なんかわからんから VA とかって置くんじゃなくて、もう半分になってんねんから、ここを2分の V0 で立式しちゃうんですよ。それからですね、A と B の圧力、これ等しくなりますよね。ピストンに働く力の釣り合いを考えますけど、A の圧力を PA、B の圧力を PB としたときに、ピストンに働く力は圧力かける面積だから、PAS と PBS ですね。それ以外に力働いていなくて、ピストン静止してますから力釣り合ってます。だから、PA イコール PB なんですよ。つまり、A の圧力と、B の圧力はこう一緒なんですよね。だから同じ文字 P0 で置いてください。それから後の状態の圧力も同じやから、どちらも P1 と置いてくださいと。はい。では、括弧1番で、A の機体が受けた仕事はいくらかやけれども、仕事と吸収した熱量や内部エネルギーの変化を表す熱力学第一法則、これを W 下イコールに直します。今回、まず断熱変化だから吸収した熱量は0ですよね。はい。それから内部エネルギーの変化は NCV デルタ T だけど、単原子分子だから2分の 3NR デルタ T だから2分の 3NR、括弧温度変化は後引く前ですね。計算したら出てきますよと。はい。ってことで、期待がした仕事っていうのは、マイナスの内部エネルギーの変化で求められるよと。はい。ただこの問題は、期待が受けたと書いてありますから、求めたいのは、期待がされた仕事なんです。これ、受けたっていう意味ね。期待が受けた仕事ってされた仕事なんですよ。これね、したされたの関係はマイナスの関係ですよね。はい。ってことで、マイナスデルタ U のマイナスが取れますから、まあ、これがこのまま答えになりますよ。括弧の2番は、P1 は P0 の何倍かやから、P0 分の P1 という形を作ればいいですよね。だから、状態方程式の P0 がいる方、丸1式分の P1 がいる方、丸2式。1式分の2式を作ると、ここに P0 分の P1 が現れますよね。はい。だから、まあ、簡単に解くことできますよ。で、括弧3番、変化後の B 内の気体の温度はいくらですか？やけど、今、圧力 P1 がこの式から分かりましたから、これを B の後に代入ですね。ここ代入。ほんで、丸1式と偏辺、割り算を処理してあげると、P0、V0 消えますよね。で、R、R 消えますから、まあ、TB イコール 3T1 と。はい。で、括弧4番。B の気体の内部エネルギーの増加やから、まあ、変化量を出せばいいですから、まあ、これは2分の 3NR デルタ T で。そのまま B の温度の後引く前計算したら OK ですね。で、括弧5番。吸収した熱量は熱力学第一法則を使うわけですが、B がした仕事っていうのは A がされた仕事と一緒なんですよね。B が仕事をしたら A はされてるわけですから、結括弧1番で求めた量が、ここに入るんですね。ですよね。はい。ってことで、Qin イコール括弧4番で求めた B の内部エネルギー変化足す、括弧1番で求めた A がされた仕事を足してあげたら答えになりますよっていう。まあ、そんな感じ。